ニーハウ島事件、ニーハウ島事件、ニーハウ島ニート事件、ニーハウインシデント、または NI ハウゼロインシデントは、1941年12月7日に大日本帝国海軍による新珠湾攻撃に加わった空母、飛竜所属のレシ機環上戦闘がハワイ諸島のニーハウ島に不時期して起きた一連の出来事。1864年以来、 ハワイ諸島の中で最も西にあるニーハウ島はロビンソン家が私的に所有している。島民のほとんどはハワイ先住民で彼らの大一言語は他の島の住民のような英語やハワイクレオール英語ではなくハワイ語だった。他には少数の日系アメリカ人や白人の住人がいた。当時島にはエールマーロビンソンから許可を得てのみ入ることができた。 しかし、島民の友人や、親類以外に許可が降りることは、ほとんどなかった。ロビンソンは、ハーバード大学を卒業し、ハワイ語に堪能だった。ロビンソンはいかなる政府当局の干渉も受けず島を管理した。ロビンソンは、ニーハウ島から約27キロ離れたカウアイ島に住んでおり、毎週ボートでニーハウ島を訪れていた。大日本帝国海軍の軍令部情報では、 ニーハウ島は、牛の放牧場で管理人は、日本人3名、土人道無者、約20名がいるが白人は一人も居住していないと記されていたため、1941年12月に行われた真珠湾攻撃に際して、ニーハウ島を真珠湾攻撃時に損傷を受けた航空機の緊急着陸地として、さらにパイロットを潜水艦によって救出するための集合地点として、 指定されてた。これは、西側の海岸が平坦な地形で滑走路として使い、安く、また水深が深いために潜水艦を、ギリギリまで寄せることが可能だったことが挙げられる。12月7日、日本海軍の空母、飛竜に所属する、西海地重徳一飛草は、真珠湾攻撃の第二波攻撃に参加した後、登場した冷戦に銃撃を受け自爆認定された。実際には、 西海地はニーハウ島の野原に富士気していた。その約600メートル近くに住民の先住ハワイ人のハウリやカレオハノがいた。カレオハノは真珠湾攻撃に気づいていなかったが、日本の拡張主義とアメリカの日本への石油禁輸によって両国の関係が悪化していることは新聞を読んで知っていた。カレオハノは西海地と冷戦を見て彼が日本人だと気づき、 不神義の混乱の最中、彼の銃と書類を奪った。彼をはのと集まってきた住民たちは、西海地を伝統的なハワイ式歓迎やパーティーで、もてなした。しかし、日本語と片言の英語のみを話す西海地の言葉を、住人たちが理解することはできなかった。住人たちは、日本生まれの日系アメリカ人一世で、ハワイ人の妻を持つ新谷石松を通訳として呼んだ。新谷は、 事前に状況を把握しており、明らかな剣をと共に通訳に臨んだ。彼は、西海地と、わずかな会話しかしなかった。そのため、西海地の態度が降下し、新谷は動揺して帰ってしまった。困惑した住民たちは、次に、ハワイ生まれの日系アメリカ人2世で、妻の梅野も、日系アメリカ人2世だった、原田義雄を呼んだ。西海地は、 新谷と違い比較的友好的であった原田に新珠湾攻撃に参加したことを明らかにした。原田はその事実を皮肉刑人の住民には知らせなかった。西海地は奪われた書類を取り戻すことに必死だった。彼はその書類がアメリカ軍の手に渡っても何の意味もないと言ったが、カレオ派のは返却を拒否した。ニーハウは電話は愚か電力も来ていなかったが、その夜、 住民たちは、電池式のラジオで、真珠湾攻撃のことを知った。住民たちは西海地を質問し、原田は攻撃のことを、今度は彼らに伝えた。島の持ち主のロビンソンが、翌朝、週末の日課通りに、カウアイ島から到着する予定だったため、西海地は、ロビンソンと共に、カウアイ島へ移されることになった。しかし、 アメリカ軍が真珠湾攻撃の数時間のうちに島へのボート移動を禁止したため、ロビンソンは月曜日に到着できなかった。その後も数日の間、彼は足止めされた。禁止令のことを知らない住民たちは、ロビンソンが到着しないことに不安になった。原岳の要請によって、西海地は5人の監視と共に原岳に移され、彼らには十分な会話をする機会ができた。 12月12日の4時に、西海地の依頼を受けた、新谷は、カレオハノに対して、ニーハウの住民にとっては高額の200ドルで、西海地の書類を買うと持ちかけたが、カレオハノは、再び拒否した。新谷は、書類が西海地に戻らないと問題になり、生死に関わる事態になると言ったが、カレオハノは、聞き入れず、新谷は出て行った。新谷の帰りを待たず、 原田と西海地は家の外にいた監視の一人を襲った。その間、梅野が騒動の音をかき消すために蓄音機で音楽を流した。五人の監視のうち三人は職務を放棄して別の場所にいた。監視は倉庫に閉じ込められ、原田たちは三弾銃と倉庫に保管してあった西海地の銃で武装し、枯れお花の家へ向かった。新谷が出て行って、 数十分後、カレオハノは、ナヤにいた。そこで彼は、原田と西海地が銃を持ち人質を取ってやってくるのを見て隠れた。原田たちは、カレオハノを見つけられず、彼らの注意は近くにあった、西海地の冷戦に向かった。カレオハノはそれを見てナヤから出て逃げた。止まれという言葉と、三段銃の音を聞きながら、カレオハノは走った。カレオハノは、 近くの村の住民に逃げるように言ったが、住民たちは原田が、そのような行動をとるとは信じられなかった。原田は彼らと共に3年近く暮らし、良き隣人と思われていたからである。それから、捕らえられていた監視が逃げ出し、村へ戻った。住民たちは洞窟、藪の中、遠くの浜辺へと逃れた。彼オハのは、書類を家族に預けた。午前12時30分。 彼は一連の出来事をロビンソンに伝えるため、5人の住民と共に救命ボートでカウアイ島へ向かった。これはボートを人力で漕ぐ、10時間に及ぶ旅程だった。ニーハー島の住民が灯油ランタンと反射板を使い、カウアイ島へ信号を送っていたため、ロビンソンはニーハウ島で問題が起こっていることを把握していた。その前夜には住民たちは自暴自棄になり、 焚き火を行っていた。しかし、ロビンソンのニーハウシへの渡航は許可されなかった。一方、原田と西海地は、西海地の冷戦の無線を使おうと試みたが、失敗し、機体に火をつけた。午前三時頃、カレオ派の宅にも火をつけた。十二月十三日、土曜日の朝、原田と西海地は、島の住民の部にかなへるとその妻へらを捕らえた。原田たちは、 エラを人質にして、カナヘレに、カレオハノを探すように命令した。カナヘレは、カレオハノがいないことを知っていたが、探すふりをした。その後、彼は、エラが心配になり戻った。西海地は、カナヘレが嘘をついていることに気づいた。原田は、カナヘレに、カレオハノが見つからなければ、西海地は全住民を殺しだろうと言った。カナヘレは、原田たちの疲労と落胆に気づいた。 西海地が散弾銃を原田に手渡した瞬間に、カナヘレとエラは西海地を襲った。西海地はブーツから銃を取り出したが、エラは西海地の腕を掴み、銃を叩き落とした。原田がエラを引き剥がし、カナヘレを3回撃った。弾は足の付け根、腹部、太ももに当たった。しかしカナヘレは西海地を石壁に投げつけ、エラがひるんだ。西海地の頭部を岩で殴出した。 カナヘレは、西海地の喉をナイフで切り裂いた。西海地が死んで絶望した原田は、三弾銃で自殺した。12月14日の午後に、アメリカ軍当局、カレオハノラ6人、ロビンソンが、ニーハウ島に到着した。梅野と、新谷は交流された。新谷は収容所に送られたものの、その後無実が証明されニーハウ島に戻り、1960年に、 アメリカ市民権を得た。梅野は31ヶ月間収監され、1944年6月に解放された。彼女は反逆罪やその他の罪で告発されることはなかった。彼女は無実を主張する際には英語を使い、パイロットをかわいそうに思い彼を助けたかったと述べた。際には日本人徴収のために日本語を使った。ベニカナヘレは、 カウアイ島のエレエレ病院に収容され治療を受けて健康を取り戻した。現地住民によって戦闘機用の通話暗号表の入った用具脳を持ち去られたためキャンプに放火することで西海地らは暗号表の隠滅を図った。その後放火を知った現地住民の前から逃走し山中で拳銃を用いて自殺した。現在の通説は現地住民が 米軍当局からの報奨欲しさについた虚偽の証言で、あるとの見解も存在するが、当民に負傷者が出ているのは事実で、三発撃たれて、なお格闘するのは不自然で、実際の怪我の程度については疑問の余地はあるものの、事実はむね通説通りだというのが大勢である。歴史家、ゴードン・プランゲは、三人の日系人住民が、 大日本帝国海軍のパイロット側に転向したあまりもの素早さがハワイの住民を困惑させたとしている。またプランゲはより悲観的なものはニーハウ島事件を日系人はたとえアメリカ市民だろうと信用できず彼らにとって都合がいい状況であった場合は日本側に願えるかもしれない印象とした述べている。小説家のウィリアム・ホールステッドはニーハウ島事件は 日系人の強制収容に至る決定に影響したと主張している。彼によれば、シンタニとハラだけの行動はアメリカ海軍の報告書に記されという。1942年1月26日のアメリカ海軍の CB ボールドウィン注意による公式文書の中で以下のように記されている。それまで反アメリカの傾向がなかった二人のニーハー島の日本人住民。 日本の支配がその島において可能だと思われた際に、そのパイロットを助けたという事実は、それまでアメリカに忠誠を誓っていた日本人住民が、さらに日本の攻撃が成功すると思われた場合、日本を支援するかもしれないという可能性を示している。しかし実際は、日系アメリカ人の強制収容実施の計画は、この報告書の提出に先立って、 フランクリン D ・ルーズベルト大統領やアメリカ陸軍、カリフォルニア州によって進められていた。西海地の故郷である愛媛県の橋浜、現在は今治市の一部には河口岩の柱が建てられている。その柱には事件の物語と彼は戦闘で死に彼の功績は永遠に続くと刻まれている。西海地の冷戦の残骸は 真珠湾のフォード島のアメリカ海軍基地内にある太平洋航空博物館内に展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。